前回やりました拳の回し方ですけども、まっすぐあーに波を与えて、あーあとは上下に振る、あー、これをまあこの2つの種類の節を使って、なんか節を回してみてくださいみたいな動画を上げましたけども、いざこの節の回し方は分かっていても、それがなかなか歌の中に入らない。それはなぜかというと、その節の回し方が悪いんではなくて、その節の前のフレーズが悪いんじゃないかなと私は思います。アネコモサだったら、あーねー、ここをまっすぐ持ってってしまうと、ねー、回そうと思っても回りません。こーもさ、結局回らない、こういう事態になってしまうので、その回す前をすべて音程は同じ音で伸ばしてるんですけども、声の向きを上向きに持ってってあげる。そうするとそのまま自然に節が入りやすくなります。あーねー、こうこれもこうじゃなくて、こもさやーえじゃなくて、いやーえほこらばほこれ、こんな感じで全部上向きにやってもらうと、多分今までできなかったことが、あれ私節回ってるみたいな感覚が少しつかめると思いますので、ぜひ、取り入れてみてもらいたいと思います。